今回は座薬と感情の違いについて解説していきたいと思います。座薬と感情って言ってもいろいろな成分とか違いっていうのがあるので、まあ、皆さんその違いわからないと思うので今日はそれについて話していきたいと思います。そもそも座薬っていうのは固体で肛門から入れることによって有効成分を腸から吸収してその効能を発揮するっていうようなお薬です。中には下剤とかもあれば熱を下げるような痛みを止めるようなお薬もあるし、まあ、いろんな種類があります。で、肝腸っていうのは液体ですね。液体をこうお尻の穴から注入することによって浸透圧というか圧力の関係で便を出させるっていうようなお薬です。あかねちゃんはちなみに座薬とか肝腸って入れたことあります？毎日入れまくってます。あ、毎日すごいね。専門家のように毎日入れまくってるんだ。肝腸職人って言われるもっと1日10人は絶対に入れてます。中でもじゃあもうあかねちゃんはもう得意な方ってこと？肝腸入れるの。そうですね。他の人に比べても数秒で終わります。すごいシュッて感じ。シュッて入れて、はい。それどんな人にやるの？お通じがマイナス3日目とか出てない方に、まあ、対象で絶対3日に1回は入れてます。じゃあ3日ぐらい出なかったら肝腸とかを考えてもいいっていうことか。座薬を入れてそれでも出ない人に肝腸をかけたりとか。じゃあ本当に最終手段が肝腸か。そうですね、もうすぐ出ちゃうんだよ本当に。へー。だからよく検査とかでお腹の中を本当に空っぽにしないといけない状況ってあると思うんですよ。そういう時に検査がある本当に1時間前に肝腸を入れて出し切ってから検査に行くっていうのも日常的にすごいあるので。なるほど。あの胃カメラとか大腸のねカメラ前にね。大腸検査とか便で見えないっていうのもあるんで本当にそういう患者さんもいます。ああ、そうだよね。カメラとかの場合はね。ちょっとじゃあ肝腸と座薬ちょっと用意したので、はい、ちょっと見ていきますか。まず、はい、この見た目がどんな風な違いがあるのか、はい、うん、これが、まあ、普通に薬局で売ってるイチジク肝腸ですね。なんか可愛いですね。ちっちゃい。あ、病院のとはちょっと違う。病院はこの倍あって60を入れるんですけど。さすが職人。あ、でもこれだと12歳以上の1回1個を直腸内に注入してください。それで効果の見られない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。1個で様子を見て追加していくって感じですね、うん、だからこれは、成分としてはグリセリンですね。イチジク肝腸グリセリン、よくグリカンって略したりするよね。いや、グリセリン肝腸略してグリカンって言わない？え、私 G って言う。ああ、そっちね。 G の方が。え、多分そっち派なんだよ。俺はグリカンだわ。あ、グリカン？グリカン派。なんかこうちっちゃくて可愛すぎますこれ。そういう感想になるんだね。もっと大きいんですよね。大きくてなんかノズルが長いんですよ、すごいピンって。じゃあ医療用もっと奥まで入れられるってこと？そうなんですよ。一応長く作られててなんかストッパーがちゃんとあるんですよ、うん、だからだいたい5センチ以上にしちゃうとなんか腸管穿孔って言ってこう腸を突き破っちゃう可能性があるから、ちゃんとこうストッパーを5センチぐらいに合わせて入れてるんですけど、これは多分その心配がないように短めに作られてるんじゃないですか。なるほどね。どんな風にちなみに入れるの？要は病院でやってるのは腸の走行を考えて左向きに寝てもらうんですよ。まず左に向く感じで、でそうするとちょうど腸の走行が刺しても危なくないというか単位になるので、その状態 でそのまま入れちゃうと痛いんですよやっぱり。だからその滑りを良くする潤滑剤みたいなのがあって、それを先端に塗ってからプシュッと刺してシュッて入れます。それで全部何分ぐらいやるんですか？あんまり早すぎると良くないので口で口呼吸で呼吸してもらって、その間に入れるぐらいだから20秒もかからないので20秒ぐらいでガーって60ミリ入れるんですよ、うん、でそのまま下手したらお年寄りの方だと我慢ができないので、うん、そのままおむつを瞬時にバッて閉めてパッて閉めるんですよ。もうこう押さえる感じでペッて閉めて、でそれでできるだけ我慢してくださいねって言って30分ぐらい経ってこれに関してそこまで我慢してもらうってこと？じゃあそうですね、あんまり早く取りすぎるともう液体しか出てこないんですよ。取りに行くってどういうこと？掘るって掘る
もうあの手を入れて摘便するってこと？摘便する、まあ、人差し指で取れる範囲だったらいいんですけど、それでもその奥にまだ残ってるなっていう感触がある方は、うん、お腹をちょっと押してあげると下がってくるので、うん、それで掘っていくっていう、これは職人ですね。でも毎日やってるんで全然なんか恥じらいも何もないですね。まあそうだよ、そっか、もう慣れてきちゃってお仕事だからね、うん、いっぱい出るとあよかったねみたいになります。座薬はどうなん？座薬も結構入れる？本当にこれこれもなんかそのやり方とかがあるんでしょ、入れ方とか。あ、なんかこれもともと炭酸ガスが固まってできてるものなのですごい熱に弱いんですよ。これを肛門にスポンって入れるんですけど、これってこう見ると先端がすごい尖ってるので、まずこれを手の熱でこう溶かしてあげるんですけど、すごい簡単に溶けちゃうから、うん、それってあの先尖ってると危ないからってこと？痛かったりするので、ほっとくと本当に丸くなっちゃうので、またさらにここに潤滑剤入れてから、って入れて、すごい数秒経ってちゃんと奥まで行ったなって思ったら離す感じ。じゃあ入れた状態でちょっと待つんだ。それじゃないとこう出てきちゃうんですよ。スポーンって出てきちゃったみたいな数秒経って、そしたらこう熱でどんどん溶けていくから、でそのあ溶けてきたなって思ったらスポンと離して、これがもうお尻の中にある状態。座薬と浣腸はどうなの？どっちのが効きがいいとかある？一番早いのは浣腸が結構反応が早いんじゃないかなと。多分そっか、うん、これは炭酸ガスで刺激させて、そうです、あの出すみたいなことだよね。そうです、そうです。なんかまあでもこれ使うと下剤とか飲むよりも胃腸障害とかが起こりにくいので、ご飯を食べれない方とかはよく座薬使って出すようにしてますね。座薬でいいのって、あとあの腸ってこう口から飲んだ時に腸で小腸とかで吸収されると、小腸ってこの血管の流れで必ずあの門脈って言って肝臓を通んなきゃいけないんですよね、体の血液の流れって。だからそこで肝臓でちょっと代謝されて、成分が吸収されちゃって少し落ちちゃうんですね、効果が。でもあのお尻から入れた場合って直腸とか肛門から吸収されると肝臓を通らずに体の中を回るんで結構吸収されやすいから。あ、そうですね。そなので座薬の方が効果が高いっていうのがあるんですよ。今まで入れたことある座薬ってどれぐらい結構ある？お熱がある人が多いので、そのボルタレン座薬とかボルザとか言うんですけどボルザお願いします。ボルザとかアイヒバって言って、うん、まあなんかその似たようなお薬があって、10度以上の熱があった時に急いで下げた方がいいのでアイヒバを入れたりとかっていうのは結構やってますね。患者さんの反応的にはさ、どういう感じそれ？なんかすごい、なんだろう、キュッて締める人がいるんですけど指が入らない人いるんですあ、そうなん？締まりが良すぎてというか、なんか言い方あるんですけど、うん、本当に入んないんですよねどうすんのその時は？2人体制でやってます。え、どうやって体を押さえて、片方の人がお尻をクッて持って一人がすかさずバッて。チーム医療だ。チーム医療ですね、もうそれはやっぱ協力しないといけないんだ連携プレーで。あと、知ってるこれ、キャラメルを肛門に入れると下剤代わりになるみたいな。あれですよね、なんかキャラメルってなんか糖度が高いから、なんか直腸粘膜がなんかそっちの水分に集中するみたいな。キャラメルになんか水分、そうそうそう、キャラメルに水分を奪われるみたいなことだと思う。働きとしては一緒なんだと思う。あ、グリセリンってちょっとこう濃度が高いから、はいはい、そこに水をこう、そう、浸透圧っていって、はい、おびき寄せて、はい、ちょっとこう、うんちを水分状にして出させるみたいな。でもキャラメルってあんまりそのだってアレルギーとかあったらアナフィラキシーとかになっちゃうから、やっぱこう医薬品で出てないからそこら辺は心配だから、怖いですね、あんまりやんない方がいいと思う。だったらちゃんと医薬品で売ってるイチジク浣腸とかグリセリン浣腸の方がいいとは思います。まあ座薬と浣腸についてちょっといろいろ話したんですけれどもちょっとありがとうございます体験とかでもめっちゃ貴重な話が聞けたと思う。はい、多分入れにくい人はきっとなんかコツがあるので、もう分からなかったら全然聞いてほしい。DM とかでもいい違う職人どうするこれ変なの来ちゃったら間違っていやでも本
なんか真面目に本当にもうプロそうだよね何かあったらいつでもあかねちゃんに聞いてください、はい、じゃあこのチャンネルが良かったら高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの